はい、木村農園です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日は新しい道具、電動グラインダー、コードレスグラインダーを手に入れたので、その紹介をしていきたいなと思います。前に動画で紹介したんですが、こちらの方はコードレスインパクトドライバー、ちょっと汚れていますが、ドリルとかネジ回しとかがついている分で、100ボルトの線がないので、いろんなところでこう作業がしやすいっていう。この動画はね、概要欄にリンクを貼っておきますので、またそちらの方を見てください。で、今回はグラインダー、こういうやつ。さっきのドライバーは穴を開けたりネジを回したりする道具、それとは別にこれは削ったり切ったりする道具、グラインダーって言います。で、これはコード付きの普通の100ボルトのグラインダーなんですが、このコード付いているとね、ちょっと向こうの方見てもらうと分かるように、ここハウスだけでもね50メートルあるんで、向こうこのハウスで使おうとすると届かないんですよね、線が。で、30メートルのコードリールを持っているんですが、それでこの線をずっと引っ張っていくのも大変だったり、あと屋根の上の作業の時もあります。で、このハウスだけじゃなくてね、もっともっとずっと向こう200メートルか300メートル向こうの方にも、畑があるんで、そこで作業する時にこのコード付きだと作業するのが大変なので、今回コードレスのグラインダーを手に入れました。それがこの箱の中に入っています。こちらの方のね、インパクトドライバーの方は本体と電池が2個ついて、で充電器がついて1万円ちょっとだったかな。で、グラインダーの方は電池なし、本体のみで1万円切るぐらいの値段でした。同じメーカーで同じ規格のものを統一していくと、この電動ドライバーの電池をグラインダーで使ったり他のマシンで使い回しができるので、同じメーカーにしています。ただ電圧がね、これは 14.4V なんですが、他の電圧の分もあるので、購入するときは気をつけてください。これは 14.4 ですよね。もっとハイパワーのやつもありますが、まあ、あれは値段も高いし、職人さんが使うような分なんで、たまにしか使わない、まあ、家庭菜園とか日曜大工ならばこういう形飲んでもいいと思います。で、この他にもマキタとかっていうのがありますが、少し値段が高いような気がします。で、これよりも安いホームセンターオリジナルとかもあるんですが、ちょっと私には信頼性が低いと思ったんで、日立工機、廃工機で揃えています。では、開封してみます。っていうか、もう開封しているんですが、ネットで1万円で本体のみで買ったら、こんな大きい箱できたんですよ。インパクトドライバーがこうなんで、あ、これ、騙されたと思いました。箱だけで、1万円取られたんかなと思ったんですが、開けてみるとちゃんとグラインダーが入っていました。ここに電池をはめます。で、刃をここにつけます。おまけでついてきた刃がこれ砥石のタイプですね。つけてみましょう。ここにロックボタンがあります。これを押すとこの回転が止まるようになっています。普段はこうやって回るんですが、これだと刃をつけるときにくるくる回ってネジが固定できないので、反対側の手でこのボタンを押しときます。そしたら回らないので、この付属のジグで
ネジをまず緩めます。そして砥石を取り付けます。裏表があるんで気をつけましょう。これで取り付け完了です。で、今まだ電池がついていないんで、ドライバーに付属していた2個目の電池を取り付けます。で、きちんと両手で支えて電源をオンにします。もうコードレスなんで、もうどこに持って行っても簡単に削ったり切ったりできます。これでね、もう今まではね、ちょっと削ったりちょっと切ったりするのにコードリールを引っ張って、で線をつないでこうガーンってやらなくても作業効率がすごくはかどるようになりました、まあ、この削る切るグラインダーと穴を開けるドライバー、穴を開けるネジを回すドライバーがあれば家庭菜園日曜大工にすごく役立つと思います。おすすめの2台です。今日この2台紹介しました。型番言っていませんでしたね。私が今使っている分は FWH の 14DGL のドライバーと G14DSL2 のグラインダーです。また別動画でね、実際にこの作業しているところを紹介したいなと思いますので、ぜひチャンネル登録して次回動画を楽しみに待っていてください。最後まで見ていただきありがとうございました。